有明大橋は、新潟県新潟市の石屋分水にかかる、新潟市道、ソワインター信濃町線の道路橋梁を、右岸は中央区、左岸は西区の区域である。石屋分水路の掘削開始後に架橋工事を開始し、石屋分水路にかかる橋の中では最も早い1970年12月に完成した、分水路下流から4番目に位置する、 橋町は252.1メートル、福員は18.80メートル。分水路下流側には、堀割橋、上流側には、越後線の鉄道橋がそれぞれかかっている。新潟島と新潟市西部を結ぶ交通の要衝である。元は1960年代に開通した国道116号のバイパス区間であったが、2008年4月1日の経路指定変更に伴い、 新潟市道、ソワインター・品野町線の区間となっている。片側2車線の、計4車線だが、車線変異区間にあたり、午前は、市街地、中央区方面が3車線で郊外、西区及び、新潟大学方面が1車線、午後は両方向ともに車線となっている。なお、市道ソワインター・品野町線のうち、橋梁部と両爪め交差点を除くいがらしはじめ、 交差点から品野町交差点までは上下三車線の車線変異区間である。西区の堺林地区や内野地区は住宅地で路線バスも多く通行している。左岸側が砂丘の上に当たるため左岸側の方が高くなっている。ありがとうございます。